はい、どうも岡田千恵里担当プロデューサーのテクタンと申します。今回は7月中旬のシンデレラフェスノアール、こちらのフェスゲーアイドルちゃんを予想していきたいと思います。はい、先月はキュートタイプ、先々月がファッションタイプということなんで、今回はクールタイプで予想していきたいと思います。最近は順当に来てくれてるなーっていうのをもう完全に信じきってます。この信じ始めてきたこの時期が一番危ないので、皆さん気をつけてください。はい、ということで今回個人的に候補アイドルちゃんだと思っているアイドルちゃんを挙げていきたいと思います。まずはしゅうこちゃん、そしてあすかくん、そしてアリス、こちらの3人になっております。ずっと結構長い間リーナがノアールでそろそろ来そうなんじゃないかって思ってたけど、なんとなくもしかしたら限定寄りなのではとちょっと思い始めてきたので、今回のお話の候補からは外させていただきました。さてこの3人なんですけれども、結構ねいい感じでなんとなくそうなのかなっていうのを感じていて、しゅうこちゃんがね時期的に結構バッチリでもう来るでしょうって思っているのと、アスカくんは前回のクールタイプがランコだったんで引き続きっていう、そういったイメージでランコがアスカくんを連れてくる。そしてアリスに関しては先月がモモカだったのでモモカがアリスを連れてくるみたいな、そんな流れかなーって、どれもありえそうだなと思い迷いに迷っております。結論から言うと、今回はしゅうこちゃんを予想しようかなと思います。しゅうこちゃんは次にさすがにそろそろ綺麗系のドレスっぽいような感じの衣装が来るだろうなと思っておりまして、もし今月ノワールでしゅうこちゃんが来なかったらいつ来るかなって考えた時に、水着はすでに衣装があるのでないのと、まあ、ちょっとねアニバーサリーが若干怪しいかなとは思ってはいるんですけれども、アニバーサリーの時期っておそらくクールタイプのアイドルちゃんがミューチャルで来るっていうのと、結構ねリップスのアイドルちゃんがアニバーサリー来てるっていうのもあって、まあ、そこも怪しいかなと思ったりしつつ、でその次ハロウィンですね。ハロウィンはさすがにちょっとドレス感がなさすぎるかな。そして温泉になるとまたこちらも実装済みということになってくるので、ここを逃すと次次回のクールタイプ実装のノワールもしくは、まあ、アニバーサリーかなーってなってくるので、まあ、アニバーサリーが最近曲のね周年曲のイメージと合わせたような衣装で来ることが多いので、ドレス感がない可能性が結構高いんじゃないかなと思い、なのでドレス基準で考えるともう結構飛びそうだなと思い、なので、今月来るだろうと予想しました。アスカくんやアリスに関しましては、水着、アニバーサリー、ハロウィン、全部ありえそうだなーっていう、全部どれ着ても特におかしくなさそうだなっていう、まだ可能性がね、ちょっとありますので、まあ、その可能性が残ってるこの二人よりは、しゅうこちゃんをちょっとね、強めで予想しようかなと思います。はい、もし仮にねローテーション崩してパッションタイプが来た時はリアムちゃんにしたいと思います。クールタイプに比べて候補アイドルちゃんがパッションは少なくて、リアムちゃんかリカちゃんかなとは思っていたんですよね、その周期的なことを考えると。しかしリカちゃんが今回モバで来ているためそれはないと思い、来るとしたらリアムちゃんかなと思います。来月でパッションが来てもリアムちゃんの可能性めちゃくちゃ高いと思っております。ということで私の今回の予想はしゅうこちゃんでございます。皆さんはどのような予想になりましたか？もしよかったらコメント欄にて教えてください。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。